みなさんこんにちは、ゆうちゃんです。ママです。今日は、おとといと昨日東京に行ってきましたので、はい、みんなからもらったプレゼント開けたいと思います。イエーイ。いらっしゃいませ。ゆっちゃん、一泊二日の東京どうでしたか？楽しかったです。初めての東京で、ママはまあ何回か若い頃にあるんですけども、ものすごい、でもめちゃめちゃ久しぶりやってん、ほんまに。大きくなってくる？もう10年ぐらいは行ってないので、めちゃめちゃ久しぶりで、もう右も左も分からず新幹線も初めてでなあ。ママはまあ何回か乗ったことあるけど、でもそれこそでも10年ぶりぐらいで、会いたい人にもたくさん会えたしね。えと、エルピースのライブ終わってから最初に、一番最初東京着いて、まずはハズキに会えた。そう、ハズキ君に会って、一緒にカフェ行ってんな、お茶したな。でそこからリアルピースさんのライブに行かせていただいて、竹下パラダイスさんとかにも会えたし、トワピーにも会えたし、たくさん会えたね。でももちゃんにも会えたし、それが1日目。2日目が大好きなししのこちゃん。そう、2024年の目標、しのこちゃんに会いたいが叶った日でした。もう感動よ。そのなんて、嬉しそうな、感激してるゆっちゃんを見て感動よなあ。ということでね、プレゼントを開封していきたいと思います。あ、どれから、まずじゃん、じゃん、これはトカゲ。そう、これはもうゆっちゃんのことがほんまにもう大好きで、もう初期からずっと応援してくれてるフォロワーさんが、あの原宿まで会いに来てくれてプレゼントしてくれたんだよね。これともう一つあるんだよ。うん、こうするあ、こっからじゃんって、じゃん。そう、ゆっちゃんが隅っこ暮らしのトカゲちゃん、ほら、ガチャガチャ、トカゲとかさ、チョコエッグでもトカゲちゃんお願いしますって言ってるのをずっと見てくれてたから、トカゲちゃんグッズいただきました。めちゃめちゃ喜んでた。コップもあるし、もう一個皿あるし、コップもフォークも。いいやん。もうこれも、もらった時からもうずーっと、もうだからもう帰りの新幹線、帰りの車、家に着くまでずっとぎゅうして、な、歩いてました、ずっと。ゆちゃん、お礼言おう、じゃ、うん、せーの、ありがとう。次は、トワピーからいただいたものでございます。じゃじゃん、じゃじゃん。え、これ何？お菓子かな。よし、やばい、こっから。あ、わかった。テープ外す。うん、開けたのか。大丈夫。ガチャガチャのやつ。そう、このやり取り開けたのか。大丈夫。はい、すいません。おお、なんだ、何かな。バスボム、バスボム、キティちゃんのバスボムちょっと待って、怖い。ちょっと待って待ってな、このバスボムさ、光るらしい。押すと3パターンで光るって書いてる。こんなバスボム初めて。東京にはおしゃれなものがあるんやで。これ今日使おうよ。うん、ほら、光るって。ほら、これ光ってるやん、キティちゃん。うん。じゃあ、お風呂の電気さ、あれ消したら。消す？ロマンティックに？うん、これはお菓子じゃない？消して、私が出す。みゆちゃん、トワピーと初めて会ったんやけど、
自分よりちっちゃい子って結構好きで、私お姉ちゃんするって、その前日に、東京行く前日にトワピーと会えるっていう決まったので伝えたら、私お姉ちゃんするってすごい意気込んで意気込んで、いいよ、お菓子、お菓子、お菓子やん、お菓子、やったー、やったね、せーの、トワピーありがとう。次はリオちゃんからいただいたプレゼントです。じゃじゃん、何かな、なんか入ってる、え、何、グミマシュマロ、グミマシュマロ棒、しなこちゃんの、いくら、マイカ、これ何、いくら、クッキー、これクッキーじゃない、ディズニーの、ディズニーの多分お土産のやつだと思う、いくら、お菓子じゃない、それも、それもディズニー、トイストかわいい、トイストーリーの柄、トイストーリー知ってる、嬉しいね、トイストーリー、これも食べようね、じゃあこれちょっとお礼言おう、せーの、リオちゃんありがとう、ありがとうございます、本当に。次はしなこちゃん、なんとしなこちゃん、そう、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃあまだあるよ、じゃじゃんじゃじゃん、そう、これはママ、ママにって言ってくれて、しなこちゃん、ゆっちゃんはこの、これはディズニーのお土産かな、ディズニーのと、これがベビタピのやつ、それ袋、巾着と、なんかしなこちゃんのマスコット、これなんかこうクリップになってて、ここにしなこちゃんつけれますなあ、めっちゃ喜んどった、ほんまに。じゃあこれさ、うん、早速いいよ、開け方おしゃれ、え、なに、これ、なに、クッキー、かわいい、なんかママにはタイのお土産なんですって言ってくれた、これ、何、待って、これ入ってる、これもくれてる、グミマシュマロ棒、すいません、ちょっと花粉症、すいません、私はプリッツ、タイのプリッツ、トムヤンクン味、何これ、分からへん、ママやる、ママやる、これかわいいやん、いっちゃん、うん、かわいい、めっちゃこれ喜んでる、これがかわいい、ここにもつけれる、これ何やろ、何やろ、中の開けてみる、あとここも、あ、見て、え、なに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 、これ何、シャンプーみたいな、ちょっと読まれへん、読まれへん、ちょっと待って待って、パニック、パニック、パニック、見して、ボディクリーナー&バブルバス、ボディクリーナー、クリークリーナーじゃないな、ボディクリーンサーちょっと待って、ボディクリーンサー、ちょっとこれ、ちょ、おめぐ、おめぐ助けて、おめぐ、ボディこう一番下に書いてあるやろ、こう一、ここに、ここ、この金色の文字でいただきました。ちょっと使い方は何にどう使ったらいいかはちょっと後でおめぐに連絡します。ありがとうございます。しなくちゃになれるかな、これで、まあ、ありがとうございます。お前、ちょ、しなこちゃんもちゃんとお礼を。せーの。しなこちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ママにまで、本当に。うん。嬉しいね。チャンネル登録してよね。で、ベビタピ行った時に、このキャンディー、ゆっちゃんがとても欲しがってたので、あやと、ひなの分やねんけど、ゆっちゃんおもらいな。買いました。あとは、ベビタピの、なんか、ピン止め。
をあやとひなにお土産で買ったんやけど、もう使ってるんでごめんなさい、ここではないです。でベビータピのこのタピオカのキーホルダー、チャームっていうかな、これはもう3人とも買って、これゆっちゃんの分ね、一つ、うん、ちゃんとタピオカ入ってるな、タピオカが動くから見せてみてよ。うまや、中で動いてるってな感じで、もう本当にもう感謝感激の一泊二日やったの。楽しかったね、いろんな人にも会えたし、いろんなとこにも行けて、いろんなものも食べれてね。まだその様子は東京旅行っていう感じで、動画、別の動画でありますので見てください。ゆうちゃん、また東京行きたいですか？はい。次は誰に会いたいですか？会いたいっていうか、うん、原宿のライブに行きたい。原宿のライブ、原宿のライブってどういうこと？もう誰？ターゴアイディ、シンジ君が踊ってるライブ、竹下パラダイスね。そう、竹下パラダイスさんのライブに行きたいみたいです。叶いますかね、どうですかね。それが次の目標な。チャンネル登録もよろしくね。グッドボタンも押してね。バイバーイ。またね、次の動画ね。見てくれ。